皆さんこんにちは、タートルです。お腹が引っ込んでる日もあればお腹が出てる日ありますよね。そういう時ってテンションめちゃめちゃ下がりませんか？今回は腹筋やプランクよりも簡単なのに負荷を上げることができて、お腹をへこませる腹横筋を身につけることができる膝つきハイプランクを紹介していきます。1回20秒なんですが、頑張ってみようかなって思った方のために10セット行います。もちろん3でやめてもいいし5でやめてもいいです。フォームをちゃんと聞いてもらって、いいフォームで保たれる回数までできればやってください。フォームが崩れて続けても意味がないので、やり方をしっかり見ながら真似して行ってください。今日も一歩前進しましょう。20秒行って10秒ストレッチを挟みます。四つん這いの状態から手を肩よりもちょっと前に持っていきます。これで体を前に持ってってキープです。膝から肩までまっすぐ保てれるようにキープです。この手の位置が前に行けば行くほど負荷が上がるんですが、体が反れては意味がないので、膝から肩までまっすぐ保たれる自分の負荷で調整してください。この位置で20秒キープです。止まってる時は息を長く吐いてください。呼吸の目安としては2回。それでは準備していきましょう。はい、これでキープです。お尻が出ないように、腰が反れないようにまっすぐキープです。息を長く吐いてお尻を締めたまま、はい、手を戻したら腰を動かします。はい、前に行きましょう。同じようにキープです。お尻をしっかり締めた方がいいです。ちょっと腰を丸めるぐらいでまっすぐのラインが作れます。フォームがね、崩れるときは手を戻してください。はい、腹筋を緩めます。いきましょう。お腹の力は自分でしっかり入れてください。肩がだるい場合はね、少し手を戻してもいいです。フォームが保たれる状態で最後までいきましょう。OK、 これを繰り返していくことで鍛えられます。いきましょう。体をしっかりまっすぐ保って、お腹が下がっていかないように、お腹の力が弱くなったら手の位置を少し戻してください。頑張ってください。まっすぐ保たれる手の位置、辛くなったら手を手前にする、フォーム優先です。 OK、半分です。さあ行きましょう。どうですか皆さん、フォーム保てれますか？あんまり手が前すぎるとフォームが悪くなります。8分目ぐらいの気持ちの負荷です。しっかり腰まれます。行きましょう。頑張って。倒れるよりは手を手前にした方がいいです。できるだけキープ。よっしゃ、あと少しです。
まだ力が有り余ってるよって人はね、手をしっかり前にしてみて、これでまっすぐ保たれたらすごい効きます。よっしゃ、あと少しです。みんな頑張って。腹筋よりもね、こっちの方が簡単で鍛えられてますんで、頑張っていきましょう。よっしゃ、ラストです。頑張って。最後しっかり手前にしてみて、うおー効いてる、プルプルしてる。うわー、かー、効いた。お疲れ様でした。今回の膝ついたハイプランク、フォームが簡単に作りやすいのにお腹にしっかり効くんです。頑張ってやった方、グッドボタンやコメントで感想を教えてください。各種 SNS もやってますんで、説明欄からリンクを見てもらって、公式 LINE アットのリンクがあります。そこでは個別に質問があった場合にできるだけ返答してますんで、わからないことある場合はご活用ください。今回もご視聴ありがとうございました。